現実という盾、夢という矛。この年になると、周りの奴らの現実という盾はかなり立派なものを持っている。だけど、夢という矛はボロボロになってしまったか、捨ててしまったんだろう。若かりし頃、現実という盾なんかなく、夢という矛でただがむしゃらに進んだあの頃のことなんて忘れてしまったんだろう。もう完全に安心な現実という盾を手に入れたから、その中でぬくぬくと暮らしてやがる。俺の夢という矛はまだまだ鋭くなっているぜ。お前らのその現実という盾を突き破ってやらぁ。